왜 가래에 붙어 本日は那須ロープウェイにご乗車いただき誠にありがとうございます。ロープウェイは三国駅を後にしまして、茶臼岳9号目標高1684メートルの山頂駅に進めてまいります。この茶臼岳は標高1915メートル那須連山の主峰で活火山となっており、今もなお白い煙を吹き上げております。皆様にご乗車いただいておりますロープウェイは昭和37年10月20日に運行を開始し、幾度かゴンドラの形を変えながら、現在は車掌を含め111人乗りのゴンドラ、発光棒と林道棒を運転しております。11人にも乗るんだ。チャンスだけどれすの煙出てる。間もなくゴンドラの交差するところが中間です。進行方向右側には2つの山がございます。三角に鋭く尖った険しい山が1896メートルの朝日岳、その右側熊坂の緑に覆われた七方の山が鬼の面と書きまして鬼面山です。またここからはご覧いただくことはできませんが、山の裏側には三本槍岳や、その昔三度の米を食べないうちにどんな重い病気でも治ったことで名付けられた那須の秘湯三度小屋温泉がございます。お知らせいたします。まもなく市を通過します。通過しますと前後に大きく揺れます。ツリーカーブの上におつかまりください。前後に揺れます、ご注意ください。まもなく山頂駅に到着です。駅長を出ると登山道が伸びており、茶臼岳の頂上まで大人の方で片道40分から50分で登ることができます。途中に分岐点もありますので、お出かけの際は必ず登山道をご確認の上でお出かけください。まもなく到着です。到着の際少々揺れますので足元にご注意ください。